佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第120回目の放送です。7月18日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。ずいぶん夏らしく、なってきてるんでしょうかね。私はですね、引っ越しをしまして、ずいぶん快適に過ごしております。で、最新家電ってすごいなっていうちょっと実体験中なんですけれどもね、新しいお家に引っ越してきて、もうお家のスペックがめちゃくちゃ上がってますっていうのは番組でもお話ししているかなと思うんですけれども、今回今新しいお家になってね、オール電化だとか食洗機入ってるとか、うわすげえなーみたいな、いろいろあるんだけども、これちょっと自分の中で贅沢したなっていう箇所が換気扇なんですよ。この換気扇っていうのが、うちのやつはクリナップのメーカーのやつ使ってるんだけど、これ自動洗浄機能っていうのがあって、この自動洗浄機能は比較的なんですかね、洗濯機とかも今はついてたり、あとエアコンとかもついてたりするんですけど、まさか換気扇っていうね、もう本当に毎年いつも掃除めんどくしゃい、もうぐっちゃべたする、やだっていうこの場所の自動洗浄って私知らなくて、あ、そんなんあるんだと思って、いやめちゃ便利じゃんとか言って、そしたらですね、このご利口さんでつい先日いよいよ掃除してくれっていうランプがつきました。そこからまた説明書を見てなんだかんだやりましたけれども、なんとか一応掃除が終わりまして、電気とかって人じゃないから触れられないし温度も感じないのに、なんかこう掃除しろってこう言われたりする感じが、なんか誰かと暮らしてるみたいで、なんか楽しいなってちょっと思っちゃったっていうお話でした。今月のメッセージテーマは今お願いしたいことです。私はね、本当に誰かと一緒に暮らしたい、だけどちょっとね、スペックの高い電化製品があれば実はあんまり寂しくないかもしれないっていうことに気づいてしまったアラフォーです。今夜も30分お付き合いよろしく。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ、株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。ここで一曲お送りします。福井文彦×北原白秋で鑑評。
りしたのは福井文彦×北原白秋で鑑評でした。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。今夜のゲストの方をご紹介する前に番組から一つお知らせです。この番組では番組に出たいひろこと直接お話がしたいというリスナーさんを募集します。これはですね、今のところ8月か9月のどちらかで、結婚する予定でいるんだけれども、番組を聞いているリスナーさんの、ところに私会いに行って、インタビューといいますかラジオの収録をちょっとしに行きたいなと思っています。この、時代で、なかなか会うの厳しいかもって少し思ったんだけれども、いやいや何を言いますか、弱気なことを言わないで、あなたの声をラジオの電波で届けたいということで、この番組では番組に出たいぞと、ひろこと直接お話がしたいぞという方を募集します。メッセージの宛先は郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろ子でしょうネオ係、ファックスは 028-643-3311、 メールは ds941@hiroko310.com です。CRT 栃木放送のホームページからも番組へメッセージを送れますので、そちらからでも OK なんですが、いいですか、佐藤ひろ子と直接会ってソーシャルディスタンス的な感じで、マスク着用のもとラジオの収録を一緒にやってくれるという方を募集します。こちらの締め切りは来週です。7月25日、日曜日の23時59分とさせていただきます。いいですか、7月25日日曜日の23時59分が締め切りです。ここまでに佐藤ひろ子と直接会ってラジオに出たいぞという方、ぜひともメッセージを送ってください。お待ちしています。さあ、それではここからは素敵なゲストの方の登場です。篠原商店の篠原さんです。じっくりとお話聞いてくださいね。いやー、もう本当面白く楽しくて話が尽きないんですけれども、多分そろそろね、リスナーの皆さんがもっと鑑評について知りたいって思ってくれてると思うんです。はい、ここからは先週に引き続き、はい、鑑評クイズのコーナー。さあ、ここからは広報担当の篠原さんに鑑評のクイズを出していただこうということになっておりますので、早速お願いいたします。第1問、タラン、タラン、大変だ大変だ今日はイージーかなイージーじゃないかな、どっちかな。さて、じゃあ、ですね、栃木県の農産物といえば、鑑評、鑑評、ピンポン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 、なんですけども、いちごの出荷量も結構なんか有名というか、はい、日本一っていうのが結構県でもなんかよく言われてるんですけれども、年始になんかそんな番組やってましたね。はい、で、これいちごの出荷量も結構な、年数稼いでるんですね、何十年とかって、っていうのがあるんですけども、鑑評の、鑑評も生産量日本一なんです、栃木県が。そうだ、はい、きっとそうだ。その、何年連続1位でしょうか。わー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 、何年か、何年。え、だってこの間、この間じゃないわ、私鑑評大使になるきっかけになったのは、鑑評伝来300年の年に、私大使になってるんで、308年、鑑評大使になって多分就任7年か8年だから308年かな。これ実はうちの会社の人間が作った
クイズなんですけども、資料によると、資料なんですけども、はい、答えは、答えはかんぴょうは統計が取られる前からなので、うん、こうまあその300年ぐらい前からかんぴょう作ってるんですけども、うん、統計取ってないんですね。まさか、ね、そう、まさかのでも他の県では全く作ってない、はい、全くっていうかほとんど作ってないので、はい、なのでおそらく100年以上は生産量はずっと1位のはずですっていう答えが書いてあります。よし、これ300年に塗り替えましょう歴史を。だって私かんぴょう伝来300年の年にかんぴょう大使になってるんですから、300年なんじゃないの。ちょっと変な質問だったので、じゃあクイズもう一つ、ありがとうございます、追加していいですか。ありがとうございます。ではかんぴょうの、うん、日本のその生産量日本一っていうんですけども、うん、その何割ぐらいが栃木県産のかんぴょうでしょうか。何割で言えば、何割でいいですよ。結構もうこれは実はイージーで、これは9割ですよ。そうなんです、ほぼ作ってるんですよ。そうです。ただパーセントで言うとちょっと怪しいんですよね。言ってみていいですかはい、今、はい、2021年、はい、97 98、はい、惜しいこれハワイ行けないわ優勝したらハワイだったのにな、残念。そのぐらい栃木県産のかんぴょうが日本全国にこう散らばってるというか、日本国内でこう流通してる国産のかんぴょうはほぼ栃木県のもの。ただちょっと一つ私が知ってる情報一個いいですか。はい、壬生町のイオンありますよね、はいはいはい、そこのスーパーで、あ、かんぴょう売ってると思って裏見たら茨城県産って書いてましたおいって思いました。お前が一番やんなきゃいけないのはそこじゃねえっつ行かないと、意外にしっかり言っとかないとダメですね。そうですね、ちょっとまだまだそういったところで頑張りが足りないというか、 98% のうちのその 2% のほんのちょっとが壬生町のイオンに買えますから、なかなかこうそれはそれでこう貴重な、逆にレアですよね。レアな感じ でも県外行くとスーパーだと大体そうですね、県産品、そうですね、うん、国内のかんぴょうって言ったらもうほぼ栃木県みたいな、ね、私も県外ではほとんど栃木県のどこかの壬生町だったりとかよく見ますそうですか、はい。ここで曲お送りします。佐藤ひろ子でかんぴょうの歌。かん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 ぴょうを美味しく食べるかんぴょうをみんな大好きかんぴょうをかんかん食べるぞかんぴょう、かんぴょう。夕顔咲いたらできるよかんぴょう。日の出の前に収穫だかんぴょう。昆布ロールキャベツなんだってしまるぞ。カン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 ピョボ、おいしく食べるカンピョボ、みんな大好きカンピョボ、カン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 ピョボ、もりもり食べるぞカンピョボ。
送りしたのはかんぴょう大使佐藤ひろ子でかんぴょうの歌でした。佐藤ひろ子でしょうネオ。いやー、ハワイ行けなかったか。残念だな。残念でした。これもしかしてもう一問ぐらいあります？もう一問。あ、ではじゃ あ, あじゃあラスト問題かな、はい、これはちょっと詳しくなっちゃいたいな。さっきその今現在かんぴょうの 98% は栃木県産で生産してますっていう話をしたんですけども、うん、まあもう一個さっきあの歴史300年以上前に壬生に伝わったっていうことでひろこさんもおっしゃってたんですけども、うん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 、ではその前の主な生産地はどこでしょう？いやー、どっちみち本当にハワイに行けなかったですね。私これ知らんのんですよ。私よく聞かれるんです、あのかんぴょう大使だから、はい、じゃあその前どこ作ってたのとか、その 98% 残り 2% どこなのとか知らんって大体言うんですよ。どこかな、なんか噂によると、はい、西の方だっていうのは聞いたんですよ。あ、はい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 、だからどこだっけな、どこだっけな、京都、惜しい、京都、あ、福井、なかなかこう惜しい、かすってます、かすってる、近い、富山ちょっとそのうち離れちゃった、離れちゃった、北陸行っちゃった。じゃあ最後に、最後にじゃあ一言、どこか。奈良。残念です。惜しい、惜しい。どこでした？滋賀県の、甲賀市。甲賀市。はい。昔の水口藩っていうのがあって、それでだ。はい。それが、何ですか、昔の東海道五十三次とか、そういったところで、何だっけ、歌川広重とか、うんうん、そういった人たちが昔描いてたかんぴょう向きの風景は水口。実はかんぴょうの歌で私検索したらば、かんぴょうかんぴょうかんぴょうってありますよね、はいはい、あの名作、もう自分のかんぴょうの歌と、はい、もう一個あって水口かんぴょう音頭っていうのがあって、はいはい、それは以前うちの番組でも取り上げさせていただいたんですけど、はいはい、水口がそこか、水口はどこにあるのかなと思いって曲流してたんですけど、滋賀県だ、惜しかった、はい、滋賀県がじゃあ308年前は滋賀県、そうですね、でそこで栽培してたんですけども、うん、そこにいたお殿様が壬生にやってきた、うん、でその時になんか前にいたその藩の生産してたものを持ってこいよっていう話で、うん、水口からかんぴょうの種を取り寄せて、で壬生町に、うん、で栽培を始めたっていう話なんです。私が聞いた話だと、はい、おめえら貧乏だなっ ってあの偉い方が、はい、もう俺さかんぴょうの種とか持ってくし、おめえらこれで飯でも食らっとけっぽいってかんぴょうの種置いてったって聞いたんですけど割と近いです。いそうですね、まあ、なんか当時まあなんか、まあ水口からこうお殿様が来た、壬生に来ました、うん、でこうなんか生産するものがない、でどうしようっていうの で、ね、そうなんです。でじゃあ前にやってたその水口藩で作ってたかんぴょうの種持ってきてちょっと生産栽培してみたらどうっていう感じで始めたのが始まりらしいんです。そしたらその今の富士地区あたりで、うん、かんぴょうの栽培がうまくいったので、でそのままこうじゃあ栽培続けようみたいな感じで今に至る。いや、なんか今まで私が言ってた説明よりそっちの方がなんか歴史知ってそうでかっこいいから私今日を機にその言い方にします。水口のお殿様が自分の藩のお土産として持ってきたもの、あ、そうですね、はい、それをその種を育ててみたら意外にハマった、ハマった。また今っぽくなっちゃった。違うな、ちょっと歴史をいい感じに言うのがあれなんですか、何回か練習します。そうですね、楽しみにしてます。で自分のものにします。語り部のようにマルシー篠原って入れとかない大丈夫ですか？大丈夫ですか？カッコでお願いします。カッコで、あ、わかりました。いやー、もう本当話は尽きない。もう本当に今年はかんぴょうについて篠原商店さんには本当お世話になっておりまして、私もめちゃくちゃ楽しいんですが、
なんと今日は素敵なお知らせがあるんですよね。はい、え？あれ？あ、はい。ありました。ありました。お願いします。はい。ただいま、鑑評組合主催で、鑑評レシピコンテスト2021というのを開催しています。で、栃木県の人だけではなくて全国から鑑評レシピ、こんな料理おいしいよとかっていうのを思いついたら、アップしていただくと、まあ、インスタグラムとかフェイスブックでアップしてもらうと、なんと対象賞金が、なんと鑑評、鑑評1年分ではないんですけど、複雑なんと賞金20万というこうちょっとすごい最近のなんかコンテスト系のインディースバンドのやつよりずっと良くないですか。そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。私20万円欲しいです。私も欲しいです。関係者なんか絶対選んでくれるわけないじゃないですか。本当ですよね。なので私はちょっとなんかこう静観して静観するがでもなんか皆さんすごい美味しそうなレシピをじゃんじゃん応募してくれてるようなので、うん、これを聞いてくださってる方ぜひレシピコンクールコンテストに応募してもらって、うん、美味しい鑑評料理を皆さんに教えてください。わーすごい。これどこで見れば分かりますか、情報は。はい、栃木県の鑑評組合さんのホームページから応募できますし、鑑評組合の方の、インスタグラムとかあとフェイスブック、そちらの方にも応募の方法とか出てますので、そちらをご確認ください。そして篠原商店さんの SNS でも随時これの情報がアップされてたりするので、はい、そうですね、はい、そちらの方からもぜひよろしくお願いします。わあ、もう貴重な情報もたくさん本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、最後にリスナーの皆さんに、はい、広報担当の篠原さんから一言メッセージをお願いいたします。はい、かんぴょうってなんか食べられる紐みたいな感じで割とこう地味めな扱いなんですけども、本当にこう何の食事にも合うし、洋風でも海苔巻きだけじゃなくて、うん、洋風にも和風にも使えますので、ぜひ日々の生活に取り入れてもらいたいと思います。あなたのそばにかんぴょう。はい、本日のゲストは篠原商店の広報担当篠原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで3週連続でゲスト登場していただきましたね。壬生町の篠原商店さんから広報担当の篠原さんにゲストでお越しいただきました。いかがだったでしょうか。篠原さんへの質問や鑑評についてのエピソードなどもあれば番組宛てにメッセージを送ってくださいね。お待ちしています。さて今夜最後にお送りする曲は、まあ、クイズの中でもねお話ししていましたけれども、水口鑑評アミンチュソングをお送りします。水口鑑評、柔らかくて煮えやすい。水口鑑評、だしが染み込むおいしいよ。湯顔の実をくる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 むいて夏の日に。一日半干すよ、そうめんじゃないよ。ミラクチカピョー、天気がいい日に干しちゃえよ。ミラクチカピョー、おいしくみんなで食べちゃうよ。ミラクチカピョー、カピョー、カピョー。お送りしたのは水口鑑評アミンチュソングでした。この曲鑑評ダンスソングとなっておりまして、 YouTube などでもダンス振り付けがね結構難しいんですよ。結構ね細かいダンスだったりリズムが刻まれていて難しいんでね、よかったら番組を聞いてるリスナーさんもぜひちょっと
踊ってみてくださいね。あ、もちろん佐藤浩子のかんぴょうの歌でダンスを踊るっていうのはもうこれマストですけれどもね、よろしくお願いいたします。といったところで今夜はこの辺でお別れです。放送はいかがだったでしょうか。まあね、これを機に、今回を機に、またねかんぴょうについて皆さん好きになってもらって興味を持ってもらいたいなと、そんな風に思うんですけれどもね、3週にわたってもうかんぴょうかんぴょうかんぴょうは長いよ、かんぴょうの話は尽きないよという風にねお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ、いよいよ来週は7月最終週の、言えてた今、最終週の佐藤浩子でしょうネオですから、メッセージ祭り、リスナーの皆さんが送ってくださっているメッセージを熱苦しく語っていきます。メッセージ募集しているやつご紹介していきますよ。まず7月のメッセージテーマは、あなたが今お願いしたいことです。7月といえばやっぱ七夕でしたよね。7月7日ですか。もうとっくに終わってますけどもね、もうとっくに終わってますけど、お願い事するのは別にただですからね。大人だから子供だから関係なく、あなたが今お願いしたいことって何ですかね。ぜひ聞かせてください。そしてふつおたや佐藤ひろこの目撃情報なんかもお待ちしておりますし、語ってみっぺのコーナーでは、あなたが今どうしてもこの番組で熱苦しく語りたいということを語っていただく、そんなコーナーのメッセージもお待ちしています。宛先は全部一緒、CRT 栃木放送のホームページからメッセージ送ってちょうだいね。それではまた来週、あなたのメッセージが読まれるかもよ。またお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。